私は久しく地元の地を踏んだ。暑苦しい列車から転がるようにして出ると、新鮮な空気が口の中に充満した。本当の空気を久々に吸った気がする。やはり新幹線とかそういう知らない人と一緒に乗る乗り物は好きになれない。私は歩きながら携帯を開いて待ち合わせ場所を確認した。駅から出て少し歩いたところにある本屋の前で母と落ち合う約束をしているのだ。時間的に母が待っているはずだから、私は少し駆け足になって待ち合わせ場所に急いだ。ここよね。見慣れた本屋。でも母の姿はなかった。もう一度携帯を開いて、時間と待ち合わせ場所を確認してみる。時間に大きく遅れてはいないし、場所もここの本屋で間違いないはずだ。試しに家に電話をかけてみる。いつまで経っても無機質なコール音は終わらなかった。あれ、おかしいな。一応 LINE もしてみる。私は携帯をポケットにしまってもう一度辺りを見渡した。行き交う人々に高くそびえ立ったビル。街もだいぶ変わってしまった。ところどころに面影が残っている程度である。やはり母の姿はない。私は仕方なく、自分で家に向かうよと母に LINE をして、本屋の前から離れた。先ほどのビル街から離れて住宅街に入り込む。ここはあまり変わってないように思う。見慣れた風景をたどって自分の家の前に来た。変わっていない。懐かしさが溢れて自然と笑みがこぼれた。家の横のガレージには車が2台止めてあった。父と母のだ。なんだか違和感を感じて表札を確認してみた。田所、私の名字だ。間違いない。ここは私の家だ。自分の家なのだからインターホンを押す必要なんてないだろう。私は恐る恐る取っ手に手をかけて扉を押した。変わらない家の廊下が姿を現した。ただいま。ドタドタ。かまびすしい足音が階段から聞こえた。きっと弟だろう。弟の霊は、確かもう中学2年生か。だけど、階段を降りてきたのは弟ではなかった。知らない子供が不思議そうな顔をして階段から私を見つめている。残りの数段を普通に降りながら、知らない子供は私の顔をしげしげと見つめた。あ、すみません。家を間違えたのだと思って私はつい謝ってしまった。でも、よくよく見ればその男の子も中学3年生ぐらいの背格好をしている。もしかしたら弟の友達なのかもしれない。その男の子はふっと笑うと、階段のすぐ近くにある台所の中に入っていった。なんとぶしつけな子なのだろうか。人の家の台所に勝手に入るなんて。お母さん、お姉ちゃん帰ってきたよ。台所の中からそんな声が聞こえた。は？台所の扉が開いて、顔だけがニュッと飛び出した。40代くらいの女の人の顔。知らない人だ。その人は私の姿を認めると、
今度は全身を出して、あら、お帰り、と言った。え、いや、わけがわからない。誰この人。何へんてこな顔してるのよ。お父さんリビングで待ってるわよ。すみません、間違えました。私は廊下に背を向けて取っ手に手をかけた。何言ってるの、みゆき。私の名だ。思わず振り返って知らない女の顔を見る。優しそうな笑みを浮かべ私を見ている。それでも知らない。早く入りなさい、中は暖かいわよ。そのあまりの自然さに自分が間違っているのではないかという不安感に襲われた。優しい声に促されて私は靴を脱ぎ玄関に上がった。いや、違う。私は間違っていない。知らない人だ。風景は私の家そのものなのに、そこに住んでいる人がまるっきり違う。私は無意識に足を進め、リビングの扉を開いていた。後ろには知らない女の人がいて、にこやかな笑みを私に向けている。それがかえって不気味だった。扉を開けると、やはり私が住んでいた頃のリビングがそのままの形で残っている。だけども、食卓に座っているのは知らない中年の親父だった。おお、みゆき、帰ってきたのか。中年の親父はそっけなく言った。お父さん、みゆきが帰ってくるのを楽しみにしてたのよ。知らない女の人が口に手を当ててふふふと笑った。姉ちゃん、姉ちゃん、ゲームしようぜ。いつの間に来たのか、先ほどの男の子がテレビの前に座ってウィーリモコンを二つ握っていた。すべて知らない顔だった。おい、レイ、お姉ちゃんは疲れてんだ。後にしなさい。中年の親父が男の子を咎める。レイ、それは私の弟の名だ。私はもう一度男の子の顔を見た。男の子がそんな私の視線を不思議に思ったのか、どうしたんだよと首をかしげた。丸坊主の頭に無邪気な顔。頭が丸坊主なのは納得できるにしても、顔が全く違う。レイはもうちょっと丸っこくて、憎たらしい顔をしている。これはレイじゃない。少なくとも、私が知っているレイではない。なんでずっと突っ立ってるんだ。中年の親父がけげんそうな顔をして私を見た。この子、なんだか様子がおかしいのよ。知らない女の人が心配そうな顔をした。お前、大学でなんかやらかしたんじゃないだろうな。そういうことは俺の機嫌がいいうちに早く言えよ。中年の親父はガハハと下品に笑うと、私の無反応を見て、おい、本当に大丈夫かと、今度は心配そうな声になっていった。私は奇妙な光景に唖然とした。言葉が出ないというよりは、なんて言ったらいいかわからなかった。知らない三つの視線が私に集まる。家族の顔を忘れるわけがない。誰？自然と口からこぼれていた。その瞬間、知らない女の顔から
中年親父の顔から、男の子の顔から、人間味というか感情みたいなものがスーッと抜けていった。無機質な三つの無表情が軽蔑するかのような目で私を睨んだ。異端者を見るような目で私を見てから、三人は互いの顔を見合わせた。それから同時にうなずいた。突如カタンという音がした。台所の方だ。誰も動かない。私は三人の視線を振り切るかのように台所へ向かった。切なる願いを胸の内で何度も唱えた。台所の棚から血だらけの手がはみ出していた。見覚えのある手だ。その手は携帯を握っている。私は急いで携帯を取り出した。急ぎすぎて携帯が手から落ちそうになる。嘘。母に LINE を送った。爽快な着信音がして、目の前の携帯がブルブルっと振動した。その拍子に手から携帯が滑り落ちる。私は絶句した。みゆき？知らない人の声だ。きっと後ろにいる。知らない人が、こいつらが私の家族を。みゆき、どうしたの？早くリビングに来なさい。お父さんが話があるって。なんだかすごく怒ってたわよ。